あ、あったかいですよ。2020年3月、バンドリプロジェクト第4のリアルライブバンドとして誕生したモルフォニカ。今まさに羽ばたこうとしている彼女たちの知られざる舞台裏。今思い出すとすごい泣いちゃうんですけど。メンバー5人に当時の心境を語ってもらった前回から約4ヶ月。ついにライブへの初出演も決まり、人前での生演奏を控えている今、彼女たちは一体何を思っているのでしょうか。初ライブへのそれぞれの思いは、そしてデビュー直前の彼女たちの素顔に迫った前回から心境に変化はあったのでしょうか。今回はベース広町七海役西尾優香、ドラム双葉つくし役美香の2人の素顔に迫ります。都内某日、ライブへ向けてレッスンに来た2人。そうですね、モニカは結構瞳子ちゃん役の菅田ひなちゃんが困った時に何かもう全部面白く返してくれるので、ひなちゃんはめちゃくちゃ面白いんですよ。それをもっとみんなに知ってほしいです。はい、頑張ります。私この前綾瀬さんに一つ相談をして、綾瀬さんご自宅に防音室を持ってらっしゃるんですよ。で、私も前から欲しくもあったんですけど、やっぱりベース家でもアンプスピーカー通して練習したいなと思ったので、その件について聞きましたね。なんでそのうちに導入しようかななんて思ってたりします。はい、ありがとうございます。頑張ります。メンバー同士の仲の良さが垣間見えるエピソードを話してくれた2人。レッスンの合間を縫ってインタビューに答えてもらいました。いや、そこに行くときは、あ、これからこれをそんなにしない。そう。あ、結構緊張しちゃうんですよ。前日にいろいろ言うこと決めたりしてても、当日になったら真っ白になったりとかするんですけど、そういう時にやっぱり誰か仲間が一緒にいると助けてくれたりとか、そういうのがあるので、だからメンバーが欲しいです、横に。まあ反響っていうとなんかちょっとあれなんですけど、あ、美香さんだみたいなのが結構多かったかなっていう感じがあって、最初結構発表まで緊張でちょっと潰されそうだったんですけど、裏方というかそのレッスンだったりとかバンドでの練習とかのことに携わることが多かったので、そのイメージがやっぱり強かったと思うので、あんまりこう表に出てくるとかそういうことに関してみんなやっぱりどう思うのかなとかも結構ありました。でも美香さんかって言ってもらえたのが結構なんかほっとしたかなっていう感じがします。もうそれはもう本当になんか嬉しかったのと同時に、今でもやっぱり開いてつくしちゃんが出るたびに結構ドキドキします。あ、出たみたいな。なんかこれは多分一生慣れることがないんだろうなと思って、ゲームプレイしてても自分の声が聞こえるっていうのがなんか不思議な感覚で、でなんかメンバーと一緒にちょっとやるとかの時も本人がいるのに本人のなんかキャラクターの声が聞こえたりとか、なんかそういうのでもなんかすごくあんまり味わえない不思議な気持ちを味わえてます。実際のライブはまだ始まってないんで、直接どんな反応を得られているかっていうのはあんまり感じられてはいないんですけど、まずビジュアルだけ出たんですよ。声が誰ですっていうのではなく、ビジュアルだけモニカこの5人ですってドーンって出て、でその時には別に特に思わなかったけど、喋ってるのを聞いて広町好きになったっていう声とか聞くとすごい嬉しいなっていうのはありますね。生で皆さんにまだモニカとしては会えてないので、なんでしょうね、始まったけど始まってないみたいな感じはちょっとありますね、自分の中では。いや、もう心はウキウキな感じですね。もう手は冷静にしなきゃいけないです。心はウキウキな感じで、
はい、いつもやっております。もともと遊んでいたゲームから、まあ、自分の当てたキャラクターの声が聞こえるっていうので、まあ、でも嬉しいというよりは何でしょう、驚きっていうか何でしょうね、いい意味で違和感みたいな感じですかね。声優ではなくアーティストとして活動してきたミカさん。アーティストではなく声優として活動してきた西尾さん。今ではアーティストであって声優でもある彼女たち、モルフォニカとしてミュージックビデオの公開や新曲のリリースをしてきました。私結構田舎の出身なんですけど、その友達とかずっと連絡取ってなかった子とかもたまたま見かけたって言って連絡くれたりとか、それで応援してるよって言ってくれたりとか、なんかすごく嬉しかったです。なんか生活すべてにおいてドラマとしてサポートとしていろいろやることはあったんですけど、自分のバンドでとか、なんかシングルが出たり発売しましたとかも、そこからみなぎるもうなんてワクワクと嬉しさっていうのがやっぱりあって、ちょっとした入ったお店とかでデイライトが流れてたりするとなんか嬉しくて言いたくなっちゃうんですけど、なんかもうすごい平然を装ってなんか普通に買い物したりしてるんですけど、出たお店を出た後とかになんかよしみたいな、なんかやっぱり嬉しさは全然違いますね。直接どんな反応を得られているかっていうのはあんまり感じられてはいないんですけど、やっぱ CD が1枚リリースされたりとかして、そこでウィークリーで2位いただいたりとかもして、でやっぱ期待となんかいろんなものはあるなと思っているので頑張りたいと思ってます。知り合いとかはもう結構買ったよ買ったよってむちゃくちゃ報告してくれたりして、すごい嬉しかったですね。でやっぱり皆さんの手元にはシングルとして CD として届いたっていうことで、本当にモニカは実在するんだよっていうのがみんなに知ってもらえてよかったと思います。徐々に知名度が上がってきたモルフォニカ、世間に知れ渡ってきた理由の一つがバンドリプロジェクトのさまざまな番組への出演。そこでモルフォニカ以外のガルパキャストと交流した時、二人は何を感じたのでしょうか。みんなすごく仲がいいなって思って、他のバンドの子とかともめちゃくちゃ仲が良くて、モルフォニカがみんなで出た番組とかで各バンドのボーカルさんたちが集合していた回とかに出させていただいた時は、あまねちゃんとかがすごい肩とか組まれたりとかしてて、そういうのを見てちょっといいなって思いました。私もいつか他のキャストさんたちを触れたいです、触れ合いたいです、はい、そうですね。まずガルパとしての先輩っていうのは まず間違いないんですけど、声優としてもやっぱり先輩の方々なので学ぶものはすごい多いなって思います。自分もキャラに合わせた動きにしようとはしているので、そこから動きをこの動きしようとかはないんですけど、逆にキャラクターにとらわれすぎなくてもいいんだなっていうのは思いましたね。そういう、なんでしょうね、キャラクターにとらわれすぎずに膨らませていけたらいいんだなっていうのは思いました。バンド、声優をはじめ多方面のジャンルで活躍しているモルフォニカ、今年の5月に予定されていたデビューイベントは中止となってしまいましたが、どのような思いでイベントに臨んでいたのでしょうか。最初のライブなので、やっぱりモルフォニカってあやささんみたいに世界中で活躍しているバイオリニストもいて、で楽器バンドをやったことがない子ももちろんいて、年もバラバラっていう、このすごく普通に生活しているとなかなか出会えない子たちが出会って、それで一つのライブイベントというものに
目標に向かってたんですけど、もうどうなるかやっぱり自分たちでもわからないので、今できることをとにかくみんなで全力でやろうって言ってて、もうがむしゃらでしたね。はい、やっぱり初めてモニカとして立てるはずだった場所なので、こうこれがモニカだぞっていう、なんでしょうね、かっこよくも見せたかったですけど、素敵なバンドなんだよっていうのも伝えたいなという思いで練習はしてました。ただただ頑張るだけだなっていう思いましたね。ただもう頑張る時間が伸びたから、さらにもっと頑張ろうってなりましたね。あのまあベース始めたてっていうこともあったので、まあ、練習期間伸びた分ちょっと安心もしつつ、じゃあそれ以上のものを一発目に出せたらいいなみたいな感じはありましたね。ポーンって伸ばす時とかは、あの、まあ、そのキャラクターがお嬢様に、お嬢様学園の子なので、なんかシャナリみたいに見えるようにっていうのは意識してます。でもあの激しいところはまあかっこよくみたいなですかね、感じでやっていきたいと思ってます。予定されていたデビューイベントはなくなってしまいましたが、新たなライブイベントの予定が決定しました。8月に行う野外での 3days ライブの最終日、これがファンの前で初めての演奏となります。もうワクワクと緊張がすごくて、3日目にモルフォニカは出るんですけど、 Day 1、Day 2も盛り上がって、 Day 3は前島さんも出て、ポッピンパーティーも出るってなったら、あの初めて、本当は多分このイベント、モルフォニカのイベントとかやって、いろんなちょっとずつ経験を積んで他のバンドさんと一緒にやるっていう日なんですけど、そのバンドさんの中にボンって入るっていうのが衝撃で、もうなんかこれは楽しみもすごいんですけど、絶対に成功させるっていう気合と、もうなんかいろんな、もうとにかく前向きな気持ちっていうか、やってやるっていう気持ちがすごく強いです。直接皆さんの顔を見てモニカとして立つのが初めてなので、まあ、ワクワクではあるんですけど、やっぱりバンドリーというコンテンツがそもそもがもうあのすでにあって、そこから私たちが途中で合流した感じなので、絶対にこう恥をって言ったらちょっとなんか違うんですけど、しかもポピッパさんと、まあ、パスパレさんも一緒なので、よりバンドリーが盛り上がれるようなものにしたいなとは思ってます。楽しみ7、プレッシャー3くらいですかね。自分のことではなくメンバーのことを常に意識しているミカさん、バンドリプロジェクトの一メンバーという意識を常に持ち行動する西尾さん、声優としてアーティストとして、モルフォニカの一員として、これからも成長し活躍していく二人。生活の中心になってます。お互いちゃんと言い合える仲間だと思います。西尾さん、美香さん、ありがとうございました。8月23日にある彼女たちの初ライブがとっても楽しみですね。次回のモルフォニカルは、ギター桐ヶ谷東子役すぐ田ひな、バイオリン八潮瑠衣役綾瀬の2人にフォーカスします。彼女たちのライブへの思いとは。8月4日21時30分公開予定。お楽しみに。